こんばんは、こんばんはでございます。いやー、台湾から帰ってきましたよ。最近の台湾はすごいっすね。日本とまるで同じ風景ですわ。びっくりしましたわい。ちなみに、11万のうち7000円帰ってきました。 7000円でキリアンとローストビーフを食べ、愉快なゲームおじさん仲間たちと飲みました。とても嬉しかったです。なんかその知り合った海外の方に、台北ゲームショー行かないのみたいな感じで、みたいな、なんか、いや、これはマジで僕の中の口調だけどね。え、台北ゲームショーすぐそこなのにゲーム好きで行かないのって聞かれて。いや本当は 台北ゲームショーそういえばあるんんでですすけど、行くんですかって本当は英語で聞かれたんですけど僕の脳内変換で「ええすぐそこなのにえゲーム好きとか言ってるのにい行かないの?」って言われた気がして2日前とか3日前だったのに「行くよ行くし」って返事してすぐ飛行機のチケット取ったから高かったです。 多分半額ぐらいで行けるはず。で、その結果、その人が、なんか同僚が台湾にいるから紹介してあげるよみたいなのを言ってくれたんだけど、あのごめん、パスポート見つかんなかったわって言った。台湾ね、何回行けるかもわかんないですからね、台湾。世界が大きな流れにのまれ込ま、のま、あ、ま、あ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 、 まあ僕はねここの平和を維持できればいいんだあああ待って待ってやばい畳畳分かった分かったふう危ねー気づいたーこれは切り抜き対象外ですねこれいやいやいやこれは切り抜きじゃないでしょう、これはこれはノット切り抜きでしょう なんやねんうん。あれああ。な何が起きてる今。声がよく聞こえない。あああああ。ああ待って待って。何、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 にゲーム音がないやだやだ。切り抜きやだ。切り抜きやだー。やだよー。ゲーム音ね、ゲーム音。まち、待ちたまえ。 人に多くを要求するでない。あ、これ、割れどうマジで痛いね。え、ダークダーカーというゲームがあるんですけど、皆さん知ってますちょっとやったけど、面白さ分からないっす、私。いや、まあ、面白いかつまんないかの2択ならおもろいけどさ。えー、おもろいって思ってたよ、僕はね。 3人でやったよ、友達と。でもさ、なんかこう、なんだろう。難しいね。何かを嫌いな理由を公の場で言うのって難しえ、まあ、いま、いいか。好き嫌いなんて人間あるしね。え、なんかさ、てくいことができないやん。 できることができないのがいいっていう意見を友達からもらったんだけどでもなんかバトロアもそうなんだけどさなんかそのゲームで自分がうまくできたかどうかの外部要因が多くねみたいなそれって、ね、おもろいって僕はおもろくないけどまあおもろいと思う人もいるけどいいけどじゃなかったなっていう話ですなんか最近流行るゲーム好きじゃないです高いねこうやって老害になるんですかね <laughs> ワンちゃんを食べたらおいしくない中国も行きたいななんか4つ上のいとこが結婚したから夏に日本遊びに来るって言ってたなそういえばなんか一時期ビザ発行停止してたやん知ってるかわからんけど 最近再開されてもうビザ半年待ちとかそのレベルらしいです新婚旅行です新婚旅行いとこの母親とうちの母親はエグいぐ仲悪いから気まずいですけどワロたワロたって感じです家庭って大変ですね 明後日受験なので、全国の受験生ん受験前日は、ロールは10ゲームまで。受験前日、ロールしてたっけなぁ。なんか、家でずっとゲームやってるのを、塾の先生に作られたことあるな、親に。ずっとゲームやってるんですよ、うちの子供って。でそしたら、ね、塾長に、こういう前、ずっとゲームやってるんだってな、手を怒られるっていう。 でも中学生の時僕勉強嫌いだったけど塾で勉強しなきゃいけない僕かっこいいぐらいの気持ちではあったな。だからめちゃくちゃ嫌だったわけでもない。やらなきゃいけないんだオーラ出すのってなんかいいなみたいなのにハマっていたお年頃。使命なんだぜみたいな。なんか友達に誘われて遊ぼうよ。ごめん。だいやんなきゃいけないんだ。塾の。 立つそのガキ舐め腐ってんな殴るか腹なか絶対に人には言えない中にエピソード選手権みたいな企画やるかないかなみんな僕何個かあるんだよな秘蔵の玉がリボルバーに詰めてあります絶対みんなあるよな絶対あるわあやだやだやだ 生きる喜び感じたな今何だっけなんかねランク高い友達と遊んでた時によく海外のプロはこうやって練習してるんだよみたいな話を言い合ってた時があったんだけどその中でカンボのプロにどうやったらうまくなりますかっていう質問に対しての回答があってそれが自分のキャラが死んだら爆弾する爆弾する。 爆発する爆弾を首にくくりつけてると思えみたいなのがあってやっぱそういうことなんだよねゲームで死んだら自分も死ぬって思うとね楽しいんだよなじゃないとね勝ってもそんな嬉しくないっしょロルってどこ発祥のゲームなんですかよくぞ聞いてくれた発祥はね地域で言うとやっぱ欧米なんだよなもともと作ってる会社がアメリカの会社だし 最初に行われた世界大会もヨーロッパだったからやばいやばい死ぬ爆弾爆発ははっテンション高なんか元々ウォークラフトっていうゲームがあってなんかこういう感じの見下ろし視点でキャラクターを操作しながら戦うスタクラーみたいなゲームなんだけどでそのゲームがいろんななんかねミニゲームを自作できるのまあ 割と違うけどマイクラみたいな感じでみんながみんな自分の遊びたい遊び方で遊ぶことができて遊びたい遊び方で遊べるってなんか えぐいなで、その中にドタっていうのがあったん、あったんす。だからドタってもともとゲームじゃなくて、その、ウォークラフトっていうゲームの中の、まあ、作られたモッドの一つなんだよね。で、それが、まあ、めっちゃ流行って。流行ったんだけど、それよりも面白いのを作るって言って、そのゲームをドタっていうのを作ってた人たちが一部抜けて、ほぼ全く同じのを作ったのが、ロールなんだよね。 で実はね、モッドから生まれたゲームってたくさんあって、今流行ってるバロラントって、系譜をたどると、1個前が、まあ、CSGO というゲームなんだけど、CSGO もカウンターストライク1.5とか1.6みたいなゲームの後を追ってて、で CS1.5、CS 1.6ってどっから生まれたゲームかというと、ハーフライフっていう第一人称視点のゲームのモッドが、元なんだよね、モッドだけに。 だから今世界の人気ツートップバロラントロールはどっちももっとから生まれたゲームっていうねまあもっから生まれるのは必然といえば必然で自分が遊びたいゲームみんな作れたらそれはねそれは全員が遊びたいゲームが生まれちゃいますやんっていうぐらいまでしか僕の知識はないこれ以上は正しい知識がないから喋ると怒られるビンコーラ飲みたいなんか 最近アマゾンでビンコーラ十二本頼んだことあったな。そういえば。負けるんかーい。負けるのかーい。今日あんま寝てないからかもしれん。テンション高いの。パスポートね。もう。もうギリギリの時。親と深夜テンションで。だからあれね。もう。 間に合わなくなった後、間に合わなくなった後に、これでパスポート見つかったらどうするって言って、いやもう燃やすよ、燃やす、燃やすでしょって言って笑ってたの、楽しかったな。親との楽しい会話って、一年に何回かあるかぐらいだから、大体喧嘩するからな。っていう意味では、パスポートなくなってもまあいいか。親と楽しい会話ができたなら、もうどこも似ないで、そこだけ似てなんでってずっと。

いやー、コーラ、コーラって、コーラってほぼまざいやん。ちょ、一旦見よう、アマゾンで。おぉ、ピンコーラある。24本あるねー。あー、ピンコーラあるねー。え、京丹さん ?24 本は、どうなんいや、今飲みたいけど、今わしはロールやってるんだよね。コーラ取り出したわ。おー家にコーラ常備してんのは、ねいかがなもんですかい寒い。 やばい今日整骨院の先生に今日も来てねって言われたのに行っていないなんか二日三日前に寝、ね、違えて僕左右の肩の高さめっちゃずれてるから最近そのせいか胸らへんが痛くなる時がたまにあったからおやおや言っとこうってなって言ってるんだ,だパソコンやってるとどうしてもさ腕が前に出るよねこの前直してもらってボキボキしてもらったらね腕って左右についてるんだ 初めてて実感したた前についてるもんだと思ったわもうちゃんと左右まで腕って行くんだってなったな何言ってんのえっ何そのオやめみたいないやー坂本龍馬龍馬が行く呼んでみー江戸の女性いいねーってなっちゃうんだがいー爆弾爆発するからなマジで死んだらあ危ない あ,あ、避けた避けた。避けた避け,けた。どういうアニメが好きうーん。下げるル,ルーシュ、SAO、ギルティクラウン、着眼のシャナ、ー早でのごとく、あと、C も好きだな。なんだっけエコノミックみたいなやつ。あれもおもろかったな。ブラックブレッド面白かった。魔法科高校面白かった。ニコリスも見ましたよ。 可愛かった。おもろいかはわかんなかったがあまりにも可愛くて他はどうでもよくなってしまったあ。AB も見ましたね。昔のこれはゾンビですとかも。な、なんか、なんだろう初めて見た夜ア,アニメが多分これはゾンビですなんだけど。なんだこのなんか放映していいか絶妙な映像作品はって中国にいた時に思った気がする。ピンクドラム映画。前半友達と見てあまりにもわからなくてびっくりしたな。86面白い。 曲もいい、そうのひろきさんだし。窓ぎは1話だっけ見た。放せの木の国は見た。リトルウィッチアカデミアは良かったな。ハゲの実力者面白いね。なんか、おもろい。好きよ。ないなる中に僕がおもろいと言っているよ。ダンマチも見た。途中まで。駆け狂り見た。天スラも途中まで見た。妖術はアニメも見てる。録でなしも見てたよオあ、今、天使ちゃん見てるよ。天使ちゃん。お隣の天使ちゃん。 ただ可愛いだけのアニメですけど、えー、恋愛恋愛はあったほうがいい。恋愛が中心じゃなくて恋愛があったほうがいい。SAO ぐらい恋愛中心じゃないけど恋愛ある感じがいい。もう足をやってダイヤにとりあえずなるか。あ、ショコラ BB のもう。まあ、時間によるけど多分これやったら終わりかなー。ごめん。あれ、ショコラ BB 落としただけ。 ん水飲むのもどんどん下手になってるな。こぼしてる、こぼしてる。やばいっぱり一十二日が映っと、映っちゃります。昨日、母と喧嘩したから朝まで龍馬が行く読んでて、4時間ぐらいしか寝てないんだよな。<laughs> 配信終わったら寝るか。でも眠いかって言われたら、絶妙な。なぜ喧嘩やっぱ、世界と戦っているからじゃないですか。 No please, no アッシュサポートとか言われておりますけどでも世界は意のままにならないんだぜアッシュサポはいるんだぜ <laughs> ここでウユーかますウユーやばいやばい燃やされる燃やされたら怖いですよな昨日スリッパが臭すぎてスリッパ買ったんだよな今日やばいね臭いスリッパって 足が臭すぎてスリッパ臭くなる現象あるやん。えー、なるよ。いやいや、嗅いでない、嗅いでない、嗅いでないって、あの、上がってくるの、<laughs> 匂いが。足洗うよ。洗って、<laughs> いや、臭くなるやん。ずっと1、2年ぐらい履いてたら。いや、なんかこう、あぐら、椅子に座りながら、片足あぐらかぐ、か、かんあぐらかぐんあぐらかぐんあぐらかぐし、あぐらもかぐな。ははは。 いや、その後洗ったよ。洗って、そのスリッパとはバイバイしたよ。いやー、その生体、生体整骨院の人に言われたんよ。下半身冷やすとやべえっすよ、旦那。って。まあ、旦那かわかんないけどね。なんか下半身の血液循環が良くなくてめちゃくちゃ張ってるから。 冷やしたらまずいし風呂入って暖房をつけてって言われたけど暖房をつけて寝たら喉乾いて目が覚めて水飲んでトイレ行きたくなって人生終わるなんかほんまに普通に寝るのって大変だな人間だけどねなんか最近ワイとの建築を手伝ってくれている方が一人あの「ロールサイ始めました」ってディスコの DM で教えてくれたんですけど僕は「人生の墓場へようこそ」と。 送ってあげましたほ本当に楽しいものっていうのはやっぱ墓場なんじゃないですかそんなね程よいぐらいだけ半身浴のように使ってられるもんじゃないっすよ沼というものは頭を全部沈めて呼吸すらできなくなるそれを楽しむのがやっぱ沼じゃないですかパソコンは自作です 水冷 PC おすすめです。ぜひ作ってみましょう。自作 PC のいいところはね、気持ちいい。自分が作ったものって気持ちいいじゃん。何万あればそこそこの PC 作れますかそこそこ、そこそこね、そこそこね。20?15?15?10? は 15? <laughs> 走行走行ね。走行走行。15万かな ?15 万あれば、そこそこ。過去、そこそこっていう単語の定義は人による。オツできるぐらい、割と、10万もいらないぐらいなんじゃねっすかね。まあ、ギリギリできるぐらいでいいなら、7、8万とかでできる。あ、わかった。はい。寝るか、寝てねえから寝るか、寝ます。愉快なゲームありがとうございました。オツです。